はい、ゴールドワンゴルスクールのレッスン動画です。今日はですね、前回に続きうねりのハーフスイングで球を打ちたいと思います。裏面ダウン、膝の柔らかいクッションも使います。なるべく右の肩は出したくないです。ハンドファーストで落下を感じてください。ねり叩くというよりは抜く、大木の内側をすり抜ける、抜くっていう意味ですね。抜くっていう意味です。下です。綺麗にハンドファーストで捉えますから。イメージは左肩より低くね、こうフリックしないようにしてください。マットで練習する方はボールの先こう擦っていくような、こういうイメージ、こう叩きに行くとこっち折れちゃいます、ね、もう先を擦っていくような、G1 練習でおなじみのドライバーアプローチね、これも同じです。皆さんもこのうねりを使ったハーフスイングでボールの弾き感、ハンドファーストでインパクトしている感覚を楽しんでください。チャンネル登録はこちらまでお願いします。